何があった。賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ。何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。Thank you.
Thank you.
旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、あっしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ、いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ？アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。さあ、じゃあな、旦那、アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら教えてください。
狼殿。では。この行部が倒産。
るところまた供養集あり、故に戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。死者があるところまた供養集あり、どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ、名乗らず死におる。じゃがその左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど、石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りをせぬか。承知した。よしセキロよ、ならばこれをくれてやる。これはネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあ、ババが何を語ろうが戦はなくならない。
あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎がおれど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。
おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これは芦名流じゃ。流派といっても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。芦名流、流派といっても堅苦、ただいくネズミ狩りに、
方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。武士殿の流害、治ったようです。ああ。これを武士殿に渡してください。これは？あの人の好きなお茶です。会期祝いに良いでしょう。狼殿、では狼殿、ではまた。ふう、お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。
使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。まあ、そうな茶じゃ、もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは？道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ？腕を失ったわしに、道元が作ってくれた。今は、お前さんの左腕にある、そいつをな。義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練者といってな、絵馬にせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は道元の忘れがたみじゃ。忘れがたみ。ずいぶんと経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。牙の形を増やしたきゃ、せいぜい人具を探すこったな。乗りかかった船じゃ。仕込むことだけはしてやろう。
狼殿、よく参ら、かつてアシナに、リュソル、我が子。では。Thank you.
心者だ。狼殿、